9番人気は8番東海帝王。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。5番人気は5番ナイスネイチャー。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。6番オグリーキャップ、1番人気です。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切り、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。勝負は最後の直線に持ち越された。1番オグリキャップ、このまま押し切れるか。足は衰えない。200を通過。1番オグリキャップ、リードは2番。おなじみ3着ウォッカ飛び出していった。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはダイワスカーレット。ダイワスカーレット、速い速い、もはや独走状態。200を通過。見ていてくれ、これが私の。オグリキャップ、食い下がる。前方は依然ダイワスカーレット。ダイワスカーレット、足色は衰えない。ダイワスカーレット、今ゴールイン。勝ったのはダイマスカーレット。2着か、悪くない結果だ。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。オグリキャップ、この力でズーン。帝王伝説はここからだ。3人横一線、これは負けられない戦いだ。ここでかわして先頭は。見ていてくれ、これは私の全力だ。200を通過。並んでくるオグリキャップ、オグリキャップ、かわすか。オグリキャップ抜け出した。2人が並んでゴールイン。オグリキャップ体勢有利か。勝ったのはオグリキャップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にし、よし、お腹が空いたな。綺麗なスタートを切り、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。ギリギリ詰める。6番オグリキャップ、6番オグリキャップ、勢いよく上がってくるぞ。残り200。6番オグリキャップ、足色は衰えない。6番オグリキャップ、リードは1打身。6番オグリキャップ、今1着でゴールイン。勝ったのは6番オグリキャップ。スタート、各馬娘綺麗なスタート。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。川上プリンセス食い下がる。ピホのブルボン強い、強すぎる。完全に抜け出した。見ていてくれ、これは私の全力だ。200を通過。先頭は依然ミホのブルボン。3番手争いは東海帝王、オグリキャップ、ミホのブルボン1着でゴール、結果は残せた。ありがとうトレーナー。コンディションは悪くないし、頑張ればいいところに。9番人気1番東海帝王。
幾多のレースを勝ち抜き、残すはこの一戦のみ、アリエス杯決勝。さあ、一番人気の紹介です。グランプリウマ娘、3番オグリキャップ。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、2冠ウマ娘エアグルーヴ。注目のグランプリウマ娘東海帝王、1枠1番での出走。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番オグリキャップ。内を回って東海帝王、それを見るようにエアグルー。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は3番オグリキャップ、3番手東海帝王、後ろエアグルーヴ。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は依然サイレンス鈴鹿、2馬身リード。続きました3番オグリキャップ、それを見るように東海帝王、その後ろからエアグルーヴ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。続いて3番オグリキャップ、外を回ります。エアグルーヴ、その内並んで東海帝王、2馬身3馬身開いてナイスネイチャー。1馬身差6番アグネスターキオ、7番オグリーキャップ並びかけてきた。少し離れて2番アグネスターキオ、そしてそのうちゴールドシップ。息揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。中山の直線が短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。先頭は変わらずサイレンス鈴鹿。残り200、食い下がる。3番オグリキャップ、3番オグリキャップ並んできた。3番オグリキャップ抜け出した。3番オグリキャップ今1着でゴールイン。優勝は3番オグリキャップ。頂点に立つにふさわしい走りでアリエス杯を制しました。もうちょっとだったのに。世話になったな、ありがとう。